どうも、キスケです。今回はこちらのリミテッドベジータブルーを使っていこうと思います。まあ今の環境ってカバチェン複数回できるようになったので、まあなんか狙った相手にライジングを当てたいっていうのがね、結構難しくなったんですよね。ただ、こいつの救急ガーツ、交代禁止で縛って、しっかりと落としきるパワーは持ってると思うんで、まあそう考えると、なかなか今の環境では戦っていけるキャラクターなんじゃないかなと思っております。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。青染めパーティーですね。いやー、いいですよ。まあこういうパーティーに対して、まあ、紫出てくるのは間違いないんやけど、緑の究極アーツをしっかり通していくっていうことができるんでね、このパーティーは。やっぱそれが強いんだよな。対戦やっていきましょう。名前ないな、この人。なんや名前がないんやけど、なんでこれ。まあいいか。さあ、対戦よろしくお願いします。そう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 、まあ、身勝手出てくんの。いやー、ミスターミスター特殊圧かなと思ったんだよな。まあ、このまま食らって、で通すべきタイミングぐらいでしっかりと、狙っていこうかな。はい、しっかり止めて、結構後ろに下がってくるタイプかな。いや、これ必殺技間に合わなさそう。そうだよな。はい、まあこれきついんじゃないですか、だいぶ。はい、どうしようかな。青に変えて必殺技でいいや。あー、キャラチェンしないか。はい、なるほど。いや、ベジータ一家パーティーもね、ほんまにその、まあ赤色を出せるキャラクター出てきたっていうのもあるし、あ、変身しない。あ、ここか。ほんで、まあ、体力増強っていうのがだいぶ強いから、おい。よし。こうね、不意に射撃圧打ってきたら、必殺間に合わないっていうの、まあたまにあるよね。よし。さあ、紫落としたんで、まあ交代禁止の強みっていうのは若干薄れるかなとは思うんですが、まあその点ね、思う存分泥足2段階上がってるんで、やべ、泥足2段階でアーツ打ちまくってとどめの究極アーツっていう動きができるんで、まあここで全然紫落としても問題はないです。はい、しっかりとこっちで受けて見るよ。メインでも見るんちゃう。そうね。はい、いただきます。さあ、じゃあ泥足2段階上げてと。じゃあバーダックさんにはさよならしてもらいましょうか。はい、さよなら。これ強えよな。まあ相手の心理的には、まあ、交代回ってるか回ってないかはちょっと置いといて、普通にバカ野郎で受けたかったと思うんですよね。それを封じる、それが強いんだよな。どうしようかな。 OK、 こっちで受けて、でまあライジングは飛んでこないよな、飛んでこないよな。くらい、ボン、よしよしよし、必殺技引きすぎじゃね。さあ、回避使った。いやー、これさすがに落ちだな。ライジング合わされちゃうのちょっと怖いんで、タックル入る、ラッキー。特殊で気力回復プラスアーツ引っ張ってきて必殺技いこうか。いや、さすがに落ちひんか、これ。どうだ、結構入るんじゃない。でもほら、よし、悪くないね。必殺技あんの、ええな。かぶせる？俺の反射神経でいける？いけるか？くれ。落ちひんのか？ああ、ラッキーラッキー。あざした。はい、マッチングしました。ライバル宇宙パーティー対戦やっていきましょう。ライバル宇宙じゃないか。神の木に、ジレンが入ってるっていう感じか。まあ、こういう感じでいってみる？せっかくやから、まあ、この防寒着ベジータ使っていくか。
こいつがいることによって普通に余ダメージ上がるんでね。そう考えると全然弱くないし、でこいつ自身泥足ついてるし、でちょうどベジータ一回に足りない色補ってくれたんでありがたいよね。特殊圧ない、近づいて何をするわけでもなく近づいて、あー最速かよー。あーラッキー、美味しい、ビャーうまい、はい、強っ、ずらすか、はい、よしで泥足上げてガンガンアーツを引っ張ってきて射撃盛りだくさんと。出てこなさそうやな、あ出てこない、はい、防寒着ベジータ俺結構好きなんやけどな、遅いなさっきの対戦でちょっと調子乗っちゃった、俺の反射神経では必殺かぶせは無理だったみたいですね。オッケー、ナイスタックル、入る、カバチェンで出さないかはい最速いただきます、ギャリコ、はい美味しい美味しいね、美味しい美味しい、はいさよなら、オッケー、じゃあ久々にちょっと見たいんでね、いくで、ナイス、この急降下かっこよくない、とっととくたばりやがれクソったれが、はいマッチングしました、ライバル中パーティー対戦やっていきましょう、さよなら天さん、どうしようかな、あと1体、まあこれでいっか、その悟空ブルーの凸がね一番多いんで、まあまあまあ青色出してていいかなという感じですね、はい、さあやっていくぞ、 OK、 出しがちするとは思わんかったな出しがちするとは思わなかったね、ああ美味しいいやーうまい、マジかよ、いやー身勝手出たいタイミングちゃうのこれ、出へんか、これは全然ウケる、全然耐えるっしょ、うん大丈夫、えい、美味しいね、全然出てこないな身勝手全然出てこへんね、なんでこれ、はいブルー悟空さんさよなら、さあ残り2体、まあ、ジレンに救急カーツ当てたいね、全然交代回さへんやん、どうしたこれ交代を知らないのか、はい、落として避けて、いやー即圧か、そうだよな、さっき待ったもんね俺、うん美味しいなこれ、美味しい、出てこへんやろこれ、出てこないね、これしっかりと落としていくとこれが強いマジで、やばくない、さあラストですね、はい、まだ変身してなかったんか、まああとはマジンベシータの悟空特攻でどうとでもなるんで、はい、ナイス回避ナイス回避、ライジングでいっかこれ、打てるだけ打って意外と硬いな、打てるだけ打って、はいライジング、うん悪くない、強い、普通にベジータ一家パーティーか、あマジかよ、あれラッキー、さよなら、はいマッチングしました、孫一族パーティー対戦やっていきましょう、お願いします、青色出てこないですねこれ、じゃあこっちでいくか、
火力底上げして、で黄色出てくると思うんですよね相手は。まあだから頑張って削っていこうかな。はい、さあお願いします。いやベジータイカパーティーね、個人的に結構好きなパーティーなので、もう強くなって非常に嬉しいというか。はい、いただきます。射撃に変えるか。はい、まだ来る。あー、気力がない気力がない。まあぼちぼちやね。よし、一番勝つか負けるか分からんところ引いたね。967。おい、で変身できる、びっくりマーク出てる。これ回避して特殊入りそうじゃない。 OK、 ラッキー。うん、悪くない。でこれ通常だけちょっと遅らせて、やべマジか。あーラッキーおいしいおいしい。いや気力回復も強いよ。いや防寒着ベジータ強いんじゃない。ギャリコー、いいね、いい削りです。避けて、うわ出ない出ない、通常打撃が出ない。頼むわ頼むわ。究極打つ。 OK、 結構入りそう。ずわ苦しい苦しい、つらい。はい早速、よし、まあこのまま削ろう。はい、変えては来ないか。こっちでいいや。これでうん、まあもし赤色に交代されたとしても、まあ、結構入るんでこれで OK。 離れてるから特殊技はダメダメー。入んのかこれマジか、やらかしたな。うん、ナイス。特殊技で回復してからもうメインで見ちゃおう。はい、必殺ファイナルフラッシュ。火力あんま出えへんな。てかまあ相手が全開覚醒やからっていうのはあるとは思うんですが、いやーどうしようかな。そうだね、見てくる。いやー美味しい、さよなら。さあラスイチ。ただこれ全然挽回あるからなマジで。あでもライジングないのか。じゃあライジング当てちゃえば、ただ最速取られちゃうとまずいんで。危ねえ危ねえ、どうにかして回避を使わせたい。よしこれは美味しい。究極アーツ捨ててのライジング、ああやべえ普通にやばい、やべえ最悪。最速、いやーこれ捨てるんやったら赤色、多分もうちょいで属性相性フリムこう消えるはず。何秒や、80秒ぐらいか。ただバニシングないっしょ。よしナイス。まあ予約アーツやねこれ、さすがに落ちるやろ。まだか。ああいったあざした。はい皆さんお疲れ様でした。今回は、リミテッドのベジータブルー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱ強いですね。うん、その究極アーツしっかりと当て切って倒しきる場面っていうのが、まあ、何回もあったので、まあ、やっぱ抗体禁止は強いんだなっていう、うん、そういうことだなって、まあ改めて気づかされたというか、うん、今の環境を結構強いキャラだと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。